茨城県道166号は田上川合線、日立大田市玉造町茨城県道166号は、田上川合線は、茨城県日立大田市和田町から道市城川合町に至る一般県道である。日立大宮市和田町の和田交差点にて、茨城県道29号日立大田、那須から須山線分岐より、九時川支流の山田川の流れに沿って南下し、 道志場河合町の上河合交差点にて国道349号に接続する延長約 9km の県道路線。途中、道志久米町で国道293号と交差する。また、日立大田市玉造町道志久米町間は茨城県道62号日立中港山形線と徴用する区間となっている。百五十九年十月十四日、 新たな県道として、九時郡水府村大技、和田を起点とし、日立大田市場河合町を終点とする区間を本路線とする県道和田上河合線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号166となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。現在の茨城県道29号日立大田、那須カラス山線にあたる。現在の国道349号現道にあたる。現在は茨城県道62号日立中港山形線と重複する。ありがとうございます。